で旅をする番組音旅、こんばんは、小川栄です。ここでは私が見つけてきた中古レコードを紹介しています。今回はじゃん、和田アキ子のダイナマイト55、1998年のアルバムなんですけど、和田アキ子さんの歌手生活30周年を記念して企画されたアルバムです。和田アキ子小西康晴って書いてあったら、お、なんじゃと思って手に取って買ってみました。小西さんプロデュースの曲もあったり、いろんな人がプロデュースしてるんですけど、カバーだったりとかオリジナルも入ってるんですけど、結構楽しいアルバムですね。まずはもう歌声がめちゃめちゃかっこいいですね。素晴らしい声量やなと思います。 A 面の2曲目が悲しい歌、小西康晴さんプロデュース、ピッチカート5のカバーになるんですけど、すごい面白いのがオリジナルの宮真紀さんが歌ってるのとはもう全然違う雰囲気醸し出してて、オリジナルの方は悲しい歌って言いながらもものすごい軽快で明るい歌なんですけど、もうね、和田アキ子バージョンになるとほんまに悲しい歌になってるんですよね。ヘビーでめっちゃかっこいい歌になってます。そう、感想のアレンジもまたかっこよくて、これは聴いてみる価値あると思います。全然違う雰囲気になってるんで、あ、これも面白いですね。あと B 面の2曲目、月明かりに照らされて、山崎まさよしさんのカバーなんですけど、超雑歌謡曲っていう感じにアレンジされてて、骨太な曲になってます。一番好きなのは B 面の1曲目、真夏の夜の23時、小西さんプロデュースの曲なんですけど、これはめっちゃかっこいいですね。男前でぶっ飛ばしててね、熱苦しいんですよ。めっちゃかっこいいです。この曲すごい好きですね。歌声の良さもめっちゃ伝わってきます。で、このね、最後の曲がまたいいんですよ。アルコーっていうゴスペラーズプロデュースの曲なんですけど、まず和田アキ子さんの歌声が素晴らしいじゃないですか。で、コーラスがゴスペラーズなんですよ。素晴らしいコーラスで、歌詞が山田博史さんが書いてて、山田博史さんの歌詞もまた良くて、歌手生活30周年を記念したアルバムだけに、その歌手生活30周年を物語った歌詞になってて、それがね、染みてくるんですよ。長い道のりが私のメロディなんて歌詞もあったりとかして、こうアルバム全体のすごいいい締めになってて、最後ジーンってこう感動が残るような曲ですね。これすごいいい曲です。ということで、今回は和田アキ子のダイナマイトか55というアルバムのご紹介でした。ぜひ聴いてみてください。いろいろカバーもあるんで楽しめると思います。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録してもらえたら嬉しいです。下のいいねボタンも押してもらえたら嬉しいです。次回もお楽しみに。バイバイ。チャンネル登録、そしてグッドボタンをお願いします。